こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も私の書いた今選んでいつやるか講談社のための前後前画作例集から前後を一つ選び、その解説文を読んでからその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は方下弱です。出典は上州録です。中国は唐の時代、豪陽尊者という方が上州禅師にこう尋ねました。一物不将来の時いかん。現代風に訳すと、私は修行の結果ついに無一物の境地に至ることができましたが、この上はどうしたらよいでしょうかという意味です。上州は方下弱、何もかも投げ捨ててしまいなさいと答えました。すると権陽は、すでにこれ一物不将来、この何をか方下せんと言い、今申し上げたように私はすでに一物も持っておりませんので、これ以上捨てろと言われても何も捨てるものがありませんと反論しました。すかさず上州は、陰もならばすなわち短守しされと言い、何もないというのなら担いでいけなさいと答えました。この禅師の一言で権陽ははっと太鼓徹底したと言います。自分は修行してついに無一物の境地を得た、さぞかし上州禅師は褒めてくれるだろうと権陽は思ったのでしょう。これは達磨大師に自分の仏教に対する功績を褒めてもらおうと思った武帝が達磨大師に、私の功徳はどれくらいですかと尋ねた時、達磨大師が無功徳と言ったのと同じです。自分から無一物の境地に至ったなどという人間がいかにうさんくさいか、上州ほどの人間なら一目で見抜いたに違いありません。上州がそれなら担いでいけと言ったものは、権陽自身のうぬぼれ執着煩悩だったのです。それでは方下弱を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。